皆さん、こんにちは。私、交際と専人講師の大野です。今回は、帳簿について見ていきたいと思いますが、こちらは仕分けがしっかりできていないと書けないもの、読み取れないものになっていますので、しっかりチェックしていきましょう。まず、帳簿の種類が書かれています。主要簿と補助簿とありますけれども、まず、大きくこの2つから作られていますね。 今回取り上げるのは、この補助簿のところ、こちらについて、一個ずつ見ていきたいと思います。まずは、現金水筒帳とあります。こちらは、現金について書かれるものですね。ですので、まず、3日目の、ちょっと見ていきたいと思いますが、A 商店への売り上げと書いてありまして、収入のところに金額が300とあります。ですので、現金が入ってきた、 それが300円。相手科目は A 商店への売上とありますので、売上貸貸方が売上で、金額が300円。この仕分けをやると、このように、現金水悼帳では収入のところに300が入るという形になって、あとは残高、繰り越しの金額と足し合わせて、400とする形にすれば、OK ということですね。 ですので、この穴埋めの問題であったり、仕分けを問われる問題、どちらでも回答できるようにするためには、仕分け、しっかりイメージしながら、この、帳簿を読み取ってください。続いて、告知現金水奨帳と書いてありますが、こちらは告知現金をどのように使ったかというものを、まあ、こちらに、内訳のところに記載していく形ですね。 仕分けとしては内容を見ていくと、まあ、このあたりから始まりますが、6日、郵便切手通信費800と書いてありますが、まあ、この郵便切手が通信費であるということが分かっていないと、この通信費のところに書けませんので、まあ、しっかりこの郵便切手が通信費である、そして小口現金から支払っているということを理解する必要があります。費用の勘定科目は、 借り方に来ますので、通信費が借り方に来て800。相手科目としては、告知現金ですね。告知現金がなくなるという仕訳ですので、貸し方に持ってくる。この仕訳を記載したのが、この告知現金水奨帳では6日の仕訳となっていますね。電車賃に関しては、交通費ですし、ガス代。まあ、それは水道光熱費ですよね。 ですので、この光熱費というところに記載されます、まあ。接待用タバコと書いてありますが、まあ、それ以外の費用という形で500円、雑費という形と記載されています。続いて、受け取り手形記入帳とありますけれども、手形の種類であったり番号が書かれていて、それがどのようになっているかというのが記載されています。 5月3日の仕訳を見ていくと、売掛金とありますね。これを受け取り手形として受け取ったという形です。その支払い人は A 商店であると記載がされていますので、A 商店から受け取り手形をもらって、売掛金を支払う形となったということです。ですので、受け取り手形、借り方ですね、入ってきたという形になりますので、受け取り手形が800円。 で、相手科目に関しては、売掛金がその分なくなったという形になりまして、売掛金800となります。金額はここですね。こちら800なので、800になっているという形です。このように、この受取手形記入帳では、最終的には、この下の仕分けがどのようになっていくか、6月1日には、当座預金に入金されていくという最終的なところまで、 判断することができます。続いて、同じような内容の支払い手形見ていきたいと思います。こちらについても、日にちと種類ありまして、適用には、買掛金、仕入れとありますけれども、支払い手形が何に対してのものになっているかというのが記載されています。1日に関しては、支払い手形を支払った相手科目として、買掛金という形になりますので、 買いかけ金が減少した金額が600ですね。六百貸し方は手形を支払っていますので、支払い手形600ですね。触れ出しているのは私たちという形になりますので、まあ、当店という形で記載がされています。そして4日に関しても、仕入れの時に支払い手形を支払ったという形ですね。仕入れを手に入れて400円。 支払い手形で支払ったという形ですね。で最終的に支払い手形、支払ったものは当座預金から支払われましたよというのが点末に書いています。帳簿の中でも現金に関する内容のものを取り扱ってまいりました。続いてはその他の商品の売買に関するところについても見ていきたいと思いますので、一緒にこれからも勉強していきましょう。 それでは、仕分けの達人目指して一緒に頑張りましょう